こんにちはです、えー、今日はですね、ビデオニュース .com から、えー、皆様に、えー、お知らせしなくてはならないことが、えー、ありまして、まああの、文章だけよりも、ちょっと私の口からぜひお伝えしたいと思いましたので、あのこのような場をお借りして、えー、今、えー、放送をお送りしています。 皆さんご存知のように、えー、今日は今11月の30日なんですが、えー、昨日ですね11月29日ビデオニューストコムのもうレギュラー、まあ、20年21年にわたるレギュラー出演者で、えー、私にとってはもうあの、まあ、親友であり、まあ、名優でもあります、えー、宮台真司さんがですねあの大学都立大学でのキャンパス内で 暴漢、まあ、にあってあの体を、まあ、ひ,ひどく、えー、切りつけられるというです、ねまあ、とんでもない事件がありました。であの事件に関してはです、ね、私のもうツイッターなどであの一応、まあ、私が連絡、まあ、事件自体は4時15分ぐらいに起きてるんですが私のところには、えー、5時ぐらいにあの奥様から連絡があってすぐに、まあ、病院の方に駆けつけ でそれ以降のです、ね、経緯は、まあ、簡単に皆様にはツイッターでご報告はしたんですが、えー、7時ぐらいにですね病院に着きまして、えー、実際もうすでに手術が始まっていたのであの、えー、着いた時はもうあの直接お医者様と話すこともできずそれからもちろん宮台さんとあの話すこと会うことはできなかったんですけれども、まあ、とにかく手術を終わるのを、えー、まあ 待ちままししょううとということになりましたただあの病院に救急搬送された時の状態をですね病院の,あの方からまあ説明を受けてまあお話もしていたしほぼ切られてはいたけれどもあのまあ直ちに命の危険があるような状態ではないということは説明を受けたのでまずまあそこでひとまずあの。 と安心というところで、あの一旦その、そこまでの状況をあのツイッターで、まあ、皆様にご報告をしました。それで、えー、9時過ぎぐらいにですねあの、まあ。手術が終わったということで、結局、だから、手術自体は4時間を超える、まあ、大手術だったということになりますね。それでは、本、ま、当、あ、お二人のですね、あのまあ、医師が、本当に、それこそ。 傷口をですねもう一つ一つかなり深いものもあったのをまあその消毒してその縫合してっていうまあ大変な手術だったようですが四時間くらい四時間今日かけてまあ手術が終わってでお医者様からですねその後説明を受けましたであのまああのご家族とまあ私がその説明を受けたんですけれどもあのまあお医者様の話ではまあとにかくあの本当に方々にですねあの。 えー、切り傷とそれから部分的にはちょっとあの刺したような傷あの切りつけただけじゃなくて実際にこう、えー、縦に刺したような傷もあってでそれを、まあ、あのどのように処置をしたのかとかですねあのご説明を受けてあの、まあ、非常に大変な手術ではあったし時間もかかったということを言われましたそれただ同時にですねあ,の、えー、あれだけ切られてるにもかかわらず例えばあの太い血管とかですね あるいはあの神経とかあるいはあの刺さったところ刺されたところで内臓にまで到達するような傷とかですね腱、えーまあ、が切れてるとか、まあとでその後で後遺障害が残るようなあの傷というのが不思議なほどあのなくて、えーまあ、傷はもちろん切られてますから傷跡は残りますけれどもあのその後々まで残るような後遺障害は なかったということがまあもう半ば奇跡的な不幸中の幸いであったということはまあ、言われました。あの本当にあれだけたくさん切られているのにあのでしかも一つ一つの切り傷は非常に深かったにもかかわらずですね。あのそのようなま大事に至らなかったということはあの私としてはもう本当にまあもちろんご家族にとってもあのまあ、不幸中の幸いではあったと思います。ただですねまあとにかく今回まだあの犯人が捕まっていないということを でそのしかもその犯人が何者かも分からず、まあ、ここまで分かっている範囲ではあの宮台さんも面識が、えー、ないであろう、まあ、ちょっとマスクをしていたとかですね暗かったので100%の話にはなってないんですがただ、まああのえー、おそらく面識もないなかった人間であろうということでしかも動機も分からないということなので、まあ、ご家族の身の上なんかも心配がありますので。 今のところですねあ,のあまりそれ以上のことはあの公表しないようにしようということにまあなっていますそれであの今宮台さんはあの直後はあの救急病棟の方にいてですね救急病棟はあのスマホの持ち込みもそれからパソコンの持ち込みもできないということなのでまあ宮台真司からスマホとパソコンを奪ったら、えー どんんなこことが起こるんだっていうのはですね私はちょっと想像つかないんですけども、まあ、今その中で全く外の世界から隔絶されたところで宮台さんは今、まあ、救急病棟に入院している、えー、状態ですただまあ,あの私もあ,の、えー、あそこまでもちろん切り傷をした経験はないですけども長くラグビーやってましたので、まあ、その傷がです、ね、あ,のあって入院した時の,あの痛みはそれなりに経験してますのでまあ,あの 今日明日ぐらいはまあパソコンだスマホだっていうようなあの、えー、感じじゃないんだと思いますけども、まあ、2日目ぐらいからですねあのス,スマホを探し始めるんじゃないかなというふうに思ってたりもしますが、まあ、こんな冗談も言えるのも、まあ、本当に命に別状はなかったっていうです、ね、あのまさに不幸中の幸いがあったからっていうことにまあもう感謝するしかないかなというふうにまあ まあ思っていますそれであ,のある程度傷口が落ち着いてきて、まあ、何か所かあの感染症が懸念されたりですねあの、まあ、あのウォッチしなきゃいけないところがあるということなのでそれがある程度、まああのえー、落ち着いたらですねあのもう、えー、普通一般病棟に移る移ると、まあ、宮台さんにスマホとパソコンが戻ってきますので、まあ、最初に何をツイートするのか、まあ、ちょっと私はあの恐れているところもあるんですが、まあ、宮台さんからの,あの直接の声も あの皆さんの方にお届けできるようになるのではないかと思います。それでですね、まあの私たちビデオニュースットコムとしてはですね、ちょっといくつか皆様にあのお伝えしなきゃいけないことがありまして、まず一つはですね、何といってもですね、まあたまたま今週の土曜日がね、この日だったんですね。まあ、年に1回のですね、あの公開収録丸劇のライブ丸劇をまああのホールを えー、予約して皆様と一緒にそのお届けするという、まあ、年に1回ののイベントの日だったんですでそれが12月3日の予定でもうチケットも実は完売してたりしましてで、まあ、これをどうするかなというふうにちょっと私もいろいろ思うところがあったんですがあの、まあ、まずその、まあ、どう見ても宮台さんをです、ね、引っ張り出すのはさすがにまあこれは無理だし。 あの宮根さんがやるって言っても多分やめた方がいいしそれからちょっとそのまあ犯人捕まってないっていうことも考えるとですねこういう場でそういうイベントを今あのもうんていうんですかオープンにこういうことをやるっていうのがまあどうなのかっていうところもありましてこれはですねえとりあえずまず一旦延期することになりましたでちょっと手書きで申し訳ないですが2023年のえ3月。 二十五日の土曜日、えーえー、手書きの訂正、訂正したものがこうなります。えー、来年の三月二十五日に同じ場所で一橋ホールで、えー、ということで延期をさせていただくきたいと思います。本当にあの楽しみにしていただい,いていた皆様にはですね、本当に申し訳ないと思います。それからその日を手開けていただいたりですね、場合によってはあの遠方からもですね、あの。 えー、来ることを予定されていてチケットも取ってしまった方がもうおられるかもしれないと思いますので本当に心苦しいんですがあのやはりあの丸劇ライブはまあ、神保宮台だろうと、えー、いくらその他のもので埋めようとしてもですねやはりこれはもう埋められないだろうというふうに私が判断しました。それで あのまあ、次にホールが空いてる日程とかそういうのの関係もありまして。えー、まあ3月25日にこれは延期させていただく、えー、こうと思います、えー、本当に申し訳ありません。それでですね。えっ、ー、と、このまあ延期に際してですね。まあ、もう元々12月にやるって言ってたのに、これをあの。 えー、チケットをまあ払い戻してほしいというあの申し出がありましたらば、えー、もちろんそれは対応いたしますそれからあの今回のもう予約されたチケットというのはそのまま3月25日にあの、えー、転用していただくこと,はあのこともできますそ,のそれは有効になりますので,あので払い戻しのお希望がありましたら、えー、その分はまた新たに あの今実は完売してて席がもう余ってない状態なんですけれどもあのもしその一部払い戻し等がですねあるいは3月25日は都合が悪くて行けないんだよっていう方もあの12月だったらいけたのにっていう方もあのおられるかもしれませんのでその場合はあのえそのまあ新たにあの席が空い,た空いた分はですねまた新たにあのえ販売をえ再開するという形になると思いますがそれをまた追って。 あの番組内もしくはビデオニューストコムのサイトのお知らせの,あの画面でですねあの皆様にあのお伝えしていきたいと思います。それからあの払い戻しの方法についてはですねやはりビデオニューストコムの,あのお知らせの,あの画面からですねあの払い戻しの手続きの,あの方法についてはあの説明がありますのでそこを通じてあの払い戻しの手続きを取っていただければと思います。 えー、あのまあとにかく3月25日にはまあ実は3月25日には宮台さんが復活しているだろうどころかですねどうもあのご家族と話した後の宮台さんの様子を聞くとですねなんかもうあの来週にでもあの、えー、仕事に戻りたいみたいなことをあの言ってたとも聞きますがまあとはいえですねやはりそれだけの,あの怪我をしてますしあのまあそんなですねもうあの えー、僕も宮台さんもんな若いわけでもありませんのであんまりまあ無理はしない方がいいなというふうに思っているので、まあ、あの宮台さんのまあ回復具合とそれからまあお医者様の意見なんかも聞きながらですねあの宮台さんのまあ復帰のタイミングというのはこれから考えていきたいと思いますがあのまあ少なくとも3月にはですねこの3月25日にはあのまあ復帰しているどころかですねもう ボリボリはしていると思いますので、あの一応、三月二十五日、三ヶ月ちょいの延期になりますが、えー、こちらのイベントの方はで、まあその同じ、その同じイベントホールが取れましたので、三月二十五日にですねあの延期というふうにさせていただこうと思います。本当にあの、十、ま、二、あ、月三日のですね。今週の,あの丸劇を楽しみにしてくださっていた方々には、本当に申し訳ないと思います。三、まあ、月にしっかりやりますし、それから。 あの3月まで待たずにですね何らかの形で、まあ、あのライブイベントはちょっとすぐにはやらない方がいいかなと思ってますけれども、まあ、宮台さんがあの12月月内にでも復帰してきたらですねちょっとそれをまああの踏み合わせるというとちょっと若干語弊がありますけれども、えー、実は12月は募金があったりするもんですから何かできればなというふうに思っています、えー、それをまたあのいや今田さんとね話ができないわけですよ今結局。あの なんたって救急,救急病棟ですから宮台さんは今ねそれでできないもんですからあのどうしようかっていう相談もできない状態で今話せたらま来週からやろうぜみたいな話になってる可能性もあるんですけど「でいやちょっと待ってください」みたいなことで僕の方が逆に止めなきゃいけないようになってる可能性もあるんですがちょっとまあ,あのそこはもう少しお時間をくださいあの、えー、一般病棟に移ればおそらく直接あのお話とかもできるようになると思いますので。 その段階でもう少しあの今後どうしていくのかなっていうことを、まあ、宮台新二、えー、復帰計画をですねあのその段階であの、まあえー、決めたいと思いますただ、えー、と今度のです、ねえー、このイベントに関してはもともと「元々年末恒例丸ひげライブ」って書いてありますけど、えー、ちょっと黒,黒字に黒バックに黒字で見えないかもしれないんですけど私はえはい。 見えないない下に書こう宮台さんのところに書こうえー、とっと「復活復活丸劇ライブ」というふうに私は名付けましたはいこれここにここに書いたんですけどあの黒字であのバックで見えない見えちょっと見えないのでここにも書きました「復活丸劇ライブ」23年3月25日土曜日、えー、日本教育会館一つ橋ホールで「 行いますので、あの今回チケットをあのせっかく買ってくださった方でこちらにも来れる方はそのままそのチケットをあの使っていただければと思います。えー、またどうしてものあのあのそこまで待てないとかですね、あるいはその質問が悪い方はあの払い戻しについては先ほど申し上げた通りです。あの最後ですけども、まあ、私としてはですね今回の事件というのは非常に重まあ、重く 受け止めています、まあ宮台さんはですね、まあ、ある種ちょっとその宮台さん自身の手法というか芸風であのかなりこう何て言うんですか挑発的な物言いをしたりですね挑発的な書き方をすることで逆にあの、まあ、多くの人に自分のメッセージを届けようとするっていうようなですねあのまあ何て言うのかな、まあ、手法をですねずっとやってきた方なので。 結構そういうのに反応してしまう方もいてあの怒ってしまったりです、ね、気を悪くしてしまったりする方も、まあ、そのいるということはよく承知していますただですねそ,のそういう次元の話とあのもう本当にですね人を、えー、場合によってはその命までその危険にさらすような大けがをさせるっていうのはもう全く別次元の話だと思いますので。 今回のことはもう本当にあの私はその、まあ、友人としてだけではなくですねあるいは一緒に仕事をする仲間としてだけではなくあの言論人としても決して看過できない、えー、ものだというふうに思ってます。で我々としてはですね、まあ、こういうことがあると、まあ、こういうことがまたそれこそ続くとですねどん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 言論,言論が萎縮していってしまう可能性がある、えー、恐れがありますのでむしろですねあの、まあその えー、これをまあ旗としてですねよりあのまあ、えー、元気なより厳しいより激しいですね「まあ、丸撃というタイトルもあるくらいですから、えー、より激しいですねあの言論をこれからもどんどん発信していきたいというふうにも思います。まあ、宮根さんにはでですねちちょょっっとと手法の部分で多少そ、えー、そろそろあの 年齢のことも考えてねあ,のあんまり無茶をしないでくださいねいくら言うかもしれませんけどただ中身に関しては逆に言うとですね手法の外,外側ともかくですよ中身に関してはですね前にも増してですねこれかから、えー、激しくやっていいいいななきゃいけないと思いますそれがですねそこであのもうその萎縮するとかちょっとこう、えー、筆が鈍るとかそういうことがあればまさにその暴力の側のですね、えー、まあ思うツボ ということになるのはもう明らかなわけですね。で決してそのようなことがあってはいけない、えー、というふうに私は思います。なのでまああの皆さんからですね、まあジムオさんも気をつけてくださいよとかいろいろとあのお言葉をいただいて、まあもちろんあのしっかりその新編、えー、は気をつけなきゃいけないのはもちろん言うまでもないんですが、あのしっかり、えー、より今回をことはですね機会としてよりしっかりとしたまあ、えー、報道 取材言論活動というのにですね力を入れていきたいと今まあその新たにですねえ自分の中でまあ誓いを立てているところではありますあとはもう本当に宮台真司さんがですねまあ私にとってはもう本当にあの20年以上ですねずっと一緒にまああの苦しい時代も含めて一緒にやってきたもう盟友で,ですのでま,あまずまずは早くあの痛い状態から早くまず 抜け出して欲していなと怪我は本当に痛いので、まあ、麻酔が効かなくなってくるとすごくまあ1箇所でも痛いのにそこら中が痛いわけですからねもうちょっと私それを考えただけでちょっとあのもう涙が出てくるような思いなんですけれどもまずその早くその状態をから解放されてほしいなそれから、まあ、あとはまあ傷が癒えてですね早く元気な姿をですねあの若干あの方々に傷がついてて貫禄がついてるかもしれませんけれどあの、えー、事件前よりもですね まあ元気な姿をあ皆さんの前にあのえまあお見せできるように私と一緒にお見せできるようになればいいなというふうにまあ思ってますあのまあ私宮台さんと今回その事件の後に話せていませんのであの100%その代弁することはできないんですがまあこんなことでですねへたれる宮台真司であればですね二十何年も一緒にやってきているわけがないわけですから。 そこはです、ねまあ、私の方からあの、まあ、前にも一層増してです、ね、これからしっかりとした発信発言を、えー、していけるものというふうに確信していますなのでぜひこれからもですね引き続きビデオンュース・ドットコムもそれからまあ宮台真司はビデオンュース・ドットコムの枠の中だけにとどまる人間ではありませんのでこれからも方々で発信していくことになると思いますからあのぜひあの、まあ、応援して、まあ、お引き立ていただいてそれからまあもう一つは え何らかのですねえ今後,今後まあ私は市民という言葉が好きですがその市民としての意思決定をしたり選択をしたり理解をしたりそれは消費者であれが有権者であろうが納税者,納税者であろうがそうですけれどもそうしたものをですね考える上でのまあえ参考にしていただくあるいは座標あの補助線にしていただいたりできればですね 行動に携わるものとしての本当に本望です。あのなのでこれからも、えー、ぜひ、えー、まあビデオニュ、えースドットコム並びにまあ、えー、宮台信二さんをぜひ応援していただければと思います。えー、今日はまあ主にこの告知の方がメインの皆さんのあのご報告でしたけども、えー、ちょっとその事件についてですね、私の方から直接皆様にお話をさせていただきました。それから宮台さんが復帰するまでの間、まあこれはもうあれですよ。 もうすぐ戻ってくるかもしれないんですけど、まあ、とりあえずあの復帰するまでの間ですねえー。ビデオニュースとしては、ちょっとあの変則的な番組編成になるかもしれませんが、えー、それもあのあらかじめご了承いただければと思います。まあ、そんな感じで、あのこれからも頑張っていきますのでよろしくお願いします。